久保さん、今日ですね、あの、今年の決算発表ですかね、そそんあのソフトバンクの。で、あの、ま、あいろいろと孫さん言ってたんですけど、気合っていう。<laughs> 気合ってこと言ってたので面白かったですね。<laughs> 約5兆円の利益上げてる会社のドンが気合と言ってて。<laughs> いや、やっぱ気合で5兆だなーみたいな、すげえなと思いましたね。 いや、でもね、気合があれば何でもできるみたいなね。まさに僕はその通りだと思うんですよね。逆に言うと、気合がないんであるならば、気持ち、まあ、気合というか気持ちですよね。うーん、なんだろうな。うん自分が本当に、どんな人生を送りたいのかっていう気持ちがあるのかないのか、強いのか、弱いのか、強ければやるだろうし、で、孫さんが言ってたのが、いや、まだ、 満足してねと。<laughs> ね。5兆円あげといて、いや、まだまだ、しかも反省してます、みたいな。<laughs> 未だに反省して、前に進む、気合あります、頑張ります、みたいな言ってて。何なんだ、みたいなね。どうですかね。僕はね、5兆円の利益出て、天狗になりますね、間違いなく。<laughs> やっぱすげえなと思いますね。うーん。やっぱね、いやー、ほんとね、 10兆円になりますよ、多分。まあ、2倍にはできるでしょうね。おそらく。まあ、今、投資しまくってるから、まあ、もちろん、その、こけたらっていうところもありますけど、その、失敗から学んでるところもあるので、だから、まあ、投資しま、だから、結局僕、ね、は思うんですけど、あんだけ、なんか、毎月30社ぐらいだったかな、なんか、投資してるっていうか、だかじゃあ、これ、年間ね、毎月30社であるならば、年間300社以上投資じゃないですか。 こんだけ場数踏んでたら、多分ね、誰よりも投資うまく、その見る目がね、まあこれも投資の量みたいなね <laughs>。多分あんだけ投資してる会社もまあまあ日本では少ないですよね。日本では少ないですよ。いや、もともと投資会社ですって言って、企業投資投資会社ですってって、ずっと投資だけをやってるんだったもん、まだしも まあいろいろやっていく中で、まあ、あの、最終的に投資に、え、一点張りっていうみたいな形で今、あの、投資のがメインになってますけど、いや、すごいですあの、投資の量。うーん。いやそれはね、多分ね、あれだけ日本の企業の中で会社にお金をバン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 払って投資していく会社って多分ないんじゃないかなと。すげーアグレッシブですよね。1ヶ月で30社っていう、その30社に投資してる金額も、まあ、ね、 <laughs> まあ、馬鹿高い金払ってるわけじゃないですか。すごいなと思いますけどね。うん。まあ、だからまあ、気合があれば何でもできるって僕は思いますけどね。だから僕が前職で働いてた時に、まあ、上から言われたのがあるんですよ。吉谷と。ネットビジネスで一番大事なの何人かと。な、なんだと思うみたいな。うん僕は語尾を考えたわけですよ。 一番大事なこと、ネットビジネスで稼ぐ上で、何が大事かと。5秒考えて、いや、気合っすかねみたいな。って言ったら、そうだよな、ってそれしかないよな、みたいな。<laughs> いやね、みんな根性論とかね、気合があってね、あの、成功するんだったら、稼げるんだったら苦労しないよって言ってる奴は気合がないので、<laughs> そもそも論として。うん、だって5兆稼い、5兆利益出してる人は気合だ言うてんでしょ未だに。<laughs> いや、まだ、あの、満足してませんみたいな。やっぱね、気持ちじゃないかなと思いますけどね、最終的に。誰が自分を動かしてるんですかもう一し言いますね。誰が自分を動かしてるんですか自分の気持ちじゃないですか自分の行動は自分の気持ちじゃないですか自分がどうしたいのかっていう、その気持ちじゃないですかうんん。だ例えば、本当に好きな、 ああ女性が現れた時に、ね、本当にその気持ちが強ければ多分ストーカーになってるだろうし <laughs> どうですかね <laughs>、まあ、ストーカーにならないようにしてほしいんですけどどうですかね要は何が言いたいかっていうと本当に好きだったらまあ犯罪を犯してでも、まあ、ストーカーって多分犯罪ですよね でそれでも追っかけるみたいな話じゃないですか。それはなんでそこまですんのかって話ですよね。じゃあストーカーしてる人もね、まあ、ちょっとは思ってると思いますがこれやりすぎなんじゃないかなって、多分ん。まあ、普通に考えれば。まあ、それでも好きっていう気持ちが抑えられないんじゃないですか。どうでしょうか。うん。なんで世の中に犯罪が起こるんですかそれは、その犯罪を犯してでも、あのー、お金っていうところで、そっちの気持ちが強かったからじゃないですか。 うん、じゃあダイエットしようって言ってもねダイエットしようと思っても <laughs> 食べちゃうじゃあなんで食べちゃうのかっていうと食べちゃう気持ちの方が強いからじゃないですかダイエットするよりダイエットする方の方気持ちが強ければえで食,わな食わないでしょでもね、まあそれをねいろんな理由付けてなんか言い訳するかもしれないですけどでもシンプルに言ってしまったらシンプルに言ってしまったら食べたいという気持ちが上回ったただそれだけじゃないですかどうでしょうか 食べたくなかったら食べないでしょどうですか食べたくないのに食べたら食べないでしょ食べたいっていう気持ちが上回った。ただそれだけですよね。だからまあ気持ちじゃないですか。まあここですよ。最終的に。ね。最終的にもうここしかないなと僕は思いますけどね。ただこの話をしてもね、あの全くあの伝わらない人もいますけど、まあそれはそれでいいんじゃないでしょうか。僕は あのこの億万長者合宿リレーでも久保さんもいっぱい言ってますけど、うちから出るものが一番大事であると。う,ーんだうちに秘めてるもの、うち,うちにあるもの,のななんいですか気持ち、心じゃないですかうちにあるものって何ですか,うんだかそれが弱いんであるならばその程度ってことですよね。うんダイエットしたいのにあのお菓子食べちゃう、その程度ってことです。気持ちが。うんそれを。 なんか、環境のせいにする、人のせいにするなんだ、なんかいろんな人のせいにするわけなんですけど、いや、飲み会に誘われちゃって、みたいな、断れないんですよ、みたいな。いや、どっちの方が強いかじゃないですか。いや、上司、私は今ダイエット中です。何が何でもいけないです、と。<laughs> でそっちの気持ちが断固たる気持ちが強ければ、多分、でも上司もね、多分鬼説得すればね、 あ,あ、そうかと。すまなかったなって言ってくれるかもしれないじゃないですか。交渉ですよ。ビジネスの話ですけど。<laughs> 交渉すればいいじゃないですか。ねじゃあ、めちゃ今ダイエットしてるんですよ。みたいなね。で、どうしても痩せたいんです。上司と。で、今、禁酒してるんです。今、1ヶ月禁酒してるんです。じゃあ、確かに、お仕事分かってます。お付き合い分かってます。ただし、どうしてもダイエットしたいんですと。この気持ちを。 女子分かってくれませんかみたいな。<laughs> っていう交渉してないですよね。いや、交渉、100歩譲って交渉してダメだったらしゃあないけど。<laughs> でも、その交渉するぐらいの気持ちがある人だったら、別にその1回のね、お付き合い行ったところで、また戻,る戻れるだろうし。うん。だってね、速下塾とかも本当に入りたいだったら、あ交渉しませんまあ、久保さんが交渉しろ言うてますけどね。 本当に金なくても、速乾塾に入りたかったら、交渉してもいいよって言ってるわけですから、交渉してくるじゃないですか、本当に入りたい人は。だ、その程度ですよね。久保さんがもう、ね、こんな事例もありますよ、言うててね。<laughs> あまあ、そのうち入ろうかな、みたいな大抵その、まあドリア、ドリア化も結構、まあ、めちゃめちゃ多いですよ。そのうち入りたいですっていう。で、そのうち入りたい程度の、あのね、あの <laughs>、気持ちであると。そのうち、うん。 今すぐ入りたいっていう気持ちにさせてないっていう僕の力量不足もあるんですけどね。うん。まあ逆を言うと。今すぐ金なくても吉谷さんどうにか入れないですかっていう風な人を作っていかないといけないんですけど、頑張ります。いってらっしゃい。